はい、皆さんこんにちは。 TV グループ清水一です。山崎小麦です。はい、今日我々はですね、大阪にありますですね、はい、ワンリーワールドジャパン大阪店に来ております。はい、やってきました。はい、はるばる。そうですね、やってきましたね。はい、であのこのワンリーワールドですね、うん、今までその日本のファンの皆さんに親しまれてきたんですけども、はい、うん、まあ、ワンリーが活動休止することに伴いましてですね、うん、あのこのお店もですね、はい、4月10日をもってですね、まあ、東京と大阪店両方ですね一時休店に入るということなんですね。はい、はい、ちょっと寂しいですけどもね。そう、寂しいですけど、はいはい、でなんか今日は、まあ、ちょっとそれを、まあ、最後に、ちょっとみんなで盛り上げようということで、はい、イベントをやることになってるんですよね、今日ね。そうなんですよ、はい、1D へのメッセージを送るメッセージビデオ会っていうのを開催して、うん、はい、まあ、皆さんね、ここ集まってくれた皆さんに、はい、こう 1D への思いとかを語ってもらって、はい、それを一つの映像にして、はい、なんと海外の 1D の、はい、届けたいというふうに、はい、思っています。はい、はい、ということでですね、早速インタビューしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずお二人のお名前からお聞きしていいですか。村井瑞希です。あ、みくです。15歳。こう 1D に関する思い出とかあったら何か教えてもらえますか。ライブ行ったんですけど見えなくて残念でした。でも同じ空間に入れたのでちょっと心臓が飛び出そうになります。大好きです。また帰ってきたら大阪に来てください。ナイルの妻になりたいです。リノです。あ、吉岡美優です。二人は今日が学校だったんですか。あの制服を一緒に着れるのがもう最後なので、私卒業するので、だから最後一緒に来てこようかってことで来てきます。あ、そっか、姉妹だったんですね。すごい素敵。ワンディに関するなんか思い出とか、なんかこんなことが印象に残ってるっていうことありますか。ビデオダイアリーを見てて、もうめっちゃ笑わせてもらったし、最高でした。なんかもうずっと洋楽を受験の時聞いてて、英語に対するやる気がワンダイレクションのおかげですごい高まって、ありがとうございます。これからも頑張ってください。ずっと待ってるので、また日本にも来てください。せーの、頑張ります。夏美です。リコです。ワンディはいつからファンなんですか。1年前ぐらいから、結構、うん、最近なんですけど。何きっかけなんか。ダンスで、ダンス部なんですけど、それであのみんなで踊る曲が What Makes You Beautiful で、そこからめっちゃ好きになりました。うん、あ、すごい。また日本に来てください。みんながいるからうちが笑えてると思うし、これからもずっと応援してるんで頑張ってください。リコです。エリーです。こう 1D 好きになったきっかけは何なんですか。友達関係とかいろいろ悩んでた時に 1D の曲聴いて、もう励まされて、もうそれからもう 1D のことがだんだん好きになって、いろいろ聴いたり調べたりとかしてたら、もう愛の塊みたいになって。コンサートはまだ行ってないか。行った？めっちゃかっこよくて、かっこきゅうりになっちゃって。初めて大阪来たもんね、ワンディ。あの、京セラドームの時。はい、We love one direction forever. Please come back again. Yeah, I'm Shuya. Lisa です。二人は兄弟なんですか？ああ、そう。な、今おいくつですか？8。16歳です。誰が好きなの。全員のどんなところが好き。顔がかっこいい。あ、お姉さん誰が好きですか。あ、全員が好きです。そうなんだ、兄弟で全員好きなんだ。いいですね。全員が今ソロ活動してる。ソロでもこれから応援していこうって感じですか。はい、応援します。 Hey guys、I love you so much. Love you too. Waiting for you guys to come back。みゆです。あきのです。17歳です。お二人はこう誰が好きですかって聞こうと思ったんですけど、これは何ですか。これについてちょっと説明してもらっていいですか。なんです。あ、じゃあ二人ともハリーが好きなんですか。はい。これどういう時使うんですか。これを買った日に嬉しすぎて、家のインターホン鳴らす時にこれかぶって鳴らしました。ハリーのどんなところが好きですか。もうすべて。もうなんか人間性と、あの甘い歌声と、もうすべてですね。なんかもう存在が大好きです。
こんにちは。I love you so much. Please come to Japan. You have changed our whole life. You are our everything. せーの。おおきに、大好き、愛してる。ももかです。なつきです。14歳です。14歳。中学2年生？あ、3年、3年生になったのか。レッドノーズで、何だったっけ？ね、でつけててで欲しくて買いました。でプリクラとか撮るときいつもこれつけて、はい、ありがとうございます。 The best boys group We love One Direction I love you 頑張ります。浅井優奈です。あ、大江萌子です。そのあとちょっと気になったのその T シャツちょっと見えそうすごい。これって何でした？あのピーナッツのやつなんだけどルイとかが着てるんですよ。はい、普通に着れるからいいなと思って普段着でも。 1D に関するなんか思い出みたいなのってありますか？去年のコンサートを行かせてもらってそのサプライズのスタッフをやらせてもらったんですよ。スタッフっていうか企画の運営の方で、あ、はい、とかお花とか掲げたりするやつでやらせてもらったのがもうそれで一生の思い出になりました。 We are Japanese Directioners. We are waiting for you to come back. I love you. あかりです。じゅんなです。アンディは何きっかけで好きになったんですか？まあ、中学校の英語でなんか曲流れてきて、ああ好きやなみたいな。何の曲ですか？ちなみに What makes you beautiful? なんか 1D に関するなんか思い出みたいなエピソードとかあったりしますか？私もライブが行けたことと、あとあの映画も見に行けたことです。あの This is Us の方ですか？その後どっちだろう。 This is Us の方も見に行きました。コンサートのやつだ、はい、絶対復活してね大好き復活するのを待ってます。いつまでもファンです。大好きです。また日本来てください。あきらはるかです。ここのワンディーワールドは何回か来たことありますか？もう何回も来ました。何を買ったりするんですか？毎回ポスターは絶対買って、あとは文房具とかイヤホンとかも買います。もうずっと待ってるんで、早く戻ってまた新しいアルバムとか出して、早く日本に戻ってきてください。リッチエリです。清水香取です。14です。あ、同じです。ファンになったきっかけみたいな。海外にちょっと帰省した時に音楽番組で流れてて、ワンダイレクション前からしてたからちょっとかっこいいなみたいな。ハーフなん？どことのハーフなん？ニュージーランドです。ニュージーランド行った時に帰った時にテレビ見たらワンディが、そうです。エピソードってか思い出みたいありますか？なんか自分がめっちゃ落ち込んでる時に歌を聞いたり、なんか名言とかを読んだりして頑張りました。どんな名言が響きました？なんかあの裏ではしか言えへん人はにはほっとけばいいんだよみたいな。 I love you and you are you is my everything and when you come back please come to Japan and do concertI will go. Yeah, I will go. 活動休止中もずっと大好きなんで早く戻ってきてほしいし、その間にもっと好きになると思うので、なんか歌とか全部覚えて、またライブとかで会えるのを待ってます。近藤佳穂です。18です。思い出みたいなのってありますか？のロンドンのコンサートでハリーが日本語で頑張りますって言ってくれたのはもう生っていうかリアルタイムで見てたんですけど、朝5時とかなんですけどもう家で叫びました、ね、ライブストリームやってたんですよね。あれライブなんかアルバム発売の時ですか？うん、そうだったかな。そうですね。なんか確かにそう日本のファンを見つけたみたいな。そう頑張ります。そうそうそう、わかる。やはりいつも日本語いっぱい喋ってくれたりね、嬉しいですよね。嬉しいです。 I love One Direction so so muchYou always make me strong and you make me very happy. I'm looking forward to you getting back. Please come back soon. ちひろです。中3です。ファイル。あ、
あ、そう、まだ5人の頃のやつ。このワンディーワールドの大阪は結構何回か来たことあります？6回くらい。 I love you one direction 中田真知です。今日は誰と来たんですか？お父さんと来ましたお父さんと来てくれたということ。全員の等身大パネルがラストだったんで。あ、すごい。こんな感じで確かにお部屋に置いたらインパクトありそうな。全員が好きなんですか？全員が好きです。次のライブすごい楽しみにしてるので、休止中も自分のしたいこととかいろいろ頑張ってほしいです。小野寺セラです。小野寺タカラです。姉妹、はい、あ、どっちがお姉ちゃんですか？はい、2人は今日なんかすごい素敵な、これは何ですか？日本とで、プリーズカムバックって書いてます本当だ、すごいよく手が込んでる。で、コルクボードに書いてこう写真もつけたで。ワンの、あ、まさになんかヒストリーみたいな感じで、はい、頑張ります。日本来てね。ワンディ大好き。トネマホです。13歳です。ワンディに関する思い出とかありますか？ライブに去年の2月ライブに行った時は全員いたので、すごい思い出残ってます。全員抜ける前にね、見れてよかったですよね。 I love one direction めっちゃ大好きです。また戻ってきてください。待ってます。宮浦愛乃です。相葉原好みです。好きなメンバー？ナイル。マンディ。あ、本当だ、これナイルが着てたやつでしたっけ？そうなんですよ。マンディ大好き。田辺かなです。15歳です。誰が好きとかありますか？ナイルです。もうとにかく可愛くて、もう癒しで天使で、ギター持った時のあのギャップがもう何ともなくて好きで好きで、もう、はい、そのワンディに出会えて頑張れた部分もたくさんあったし、友達がその初めてその一緒に音楽を共有できる友達がワンディのおかげでできて、辛い時でも音楽聴いて立ち直れたり、いつでも帰ってくるのを待ってます。一生ついていくつもりで、もうおばあさんになっても大好きです。彩香です。15歳です。この前の来日公演はすごく思い出に残ってます。初めてそこで初めて見れたんですよ。もうやばかった。生の全員はやばかったです。もう泣いちゃいました、号泣でもね、やめる前に見れてよかったです。そうです。でもね、またソロとしてね来てくれたらいいですよね。もうそこめっちゃ願ってますいつもありがとうございます。いつも元気もらってます。ずっとこれからも待ってるのでゆっくり休んでください。 I love you。 はい、以上インタビューでした。はい、はい、ワンディーワールド大阪店からお送りしましたけども、はい、いかがでしたでしょうか？そうですね、うん、なんかやっぱ中高生とか、うん、大学生になったばっかりの子が多くて、うん、皆さん制服できてる子とかいて、はい、みんなねすごい可愛かったですね。そうですね、うん、一番多かったのは高一ぐらいの、新しく高一になりましたっていう、そう、新高一が子が多かったし、まあ、さらにね、はい、中1とか中2とか、うん、小学生ぐらいの時に好きになってみたいな、ね、そうそうそう、とかあと兄弟できて、うん、お姉ちゃんの影響とかが、はい、やっぱそういうのもあるんだなと思いましたね、うん、はい、親子の人も、ね、そう、親子の人も、そう、まあ、お父さんは出ないけどとか、そう、そういう方も、お母さんは出ないとかもね、うん、確かにありましたね。ありましたよね。本当幅広い世代からワンディーしか出てるなって分かりましたね。ね、本当に、うん、思いました。誰が一番人気でした？多分、うん、ナイルがやっぱ、ナイル、ね、多いですね。なるほど、まあ、いつも こういうね、うん、インタビュー取材よくするんですけど、うん、ナイルなかなか多いなと思いますね。日本人向きなんですかね。ね、なんか、うん、あの可愛い感じがいいのかなと思いますね。はい、なるほど、はい、あと全員が多かったりとか、うん、まあね、ソロ活動になってもすごい、はい、これからも応援してるみたいな人、うん、多かったですね。このメッセージ部分、ね、インタビューの中のメッセージの部分はですね、はい、まあ、それをちゃんとこうダイジェストとして集めてですね、はい、まあ、海外のワンディーのところに 送られるという予定になっております、ね、はい、本人たち見てくれたらいいなと、はい、思ってます。そうですね、はい、で、これがまあパート1といいますかね、うん、今日大阪でやりましたけど、はい、明日4月10日にはですね、はい、東京店に行って、はい、いよいよラストファイナルですからね、うん、明日、東京最後の日にですね、はい、まあ、同じようにですね、はい、こうビデオメッセージとかインタビューをね、はい、収録してみたいと思っております。はい、思ってます。はい、ということでワンディーワールド大阪店からお送りしました。はい、またご覧ください。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。